覚えておきたいプロトコル。おはようございます。まさるです。今回はプロトコルについて一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してみてください。 IT パスポート平成28年秋問い65、通信プロトコルの説明として最も適切なものはどれか。あ、PC やプリンターなどの機器を LAN へ接続するために使われるケーブルの集線装置。い、ウェブブラウザで指定する情報の場所とその取得方法に関する記述。う、インターネット通信でコンピューターを識別するために使用される番号。え、ネットワークを介して通信するために定められた約束ごとの集合。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 ネットワークを介して通信するために定められた約束ごとの集合。これが通信プロトコルの説明です。それでは解説していきます。プロトコルとはコンピューター同士がやり取りするための決まりのことを言います。プロトコルには様々なものがあり、それぞれがどうやってデータを伝えるか細かく決めています。コンピューターネットワークで利用されているプロトコルはそれぞれの役割を分類し明確化するために OSI 基本参照モデルというものを利用します。 OSI 基本参照モデルとはこのような表で、物理層、データリンク層、ネットワーク層、トランスポート層、セッション層、プレゼンテーション層、アプリケーション層、この7階層で定義されています。この表を初めて見るとこんなの覚えられないと思うかもしれませんが、 IT パスポートの試験においては全てを覚える必要はありません。この表が何を表していて、各プロトコルがどのように利用されているのかをざっくりイメージできれば OK です。例えば1層目の物理層では通信するときに利用する媒体に対してのプロトコルが定められています。例えば有線で通信するのか、無線で通信するのか、それによってプロトコルに違いが出てきます。それぞれの通信媒体に適したプロトコルを利用することによってうまく通信ができているわけです。今回の例では無線を使って通信するとして、無線の通信でどのようなデータをどのように受け渡しするのかによってまたプロトコルが使い分けられていきます。例えばメールをするための通信なのか、ウェブ会議をするための通信なのかなどなど、何をするための何のデータなのかによって各層のプロトコルを使い分けることで利用したい機能を実現しています。ここまでの話を整理すると、プロトコルとはコンピューター同士がやり取りするための決まりのこと。一つの機能を利用するために様々なプロトコルが利用されていること。その利用するプロトコルは OSI 基本参照モデルによって定義されていることを覚えておきましょう。ではここで問題を見直します。通信プロトコルの説明として最も適切なものはどれか。正解は A、 ネットワークを介して通信するために定められた約束ごとの集合。こちらが最も適切な選択肢です。それではプロトコルに関する別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和5年春問い68、インターネット上のコンピュータでは Web や電子メールなど様々なアプリケーションプログラムが動作し、それぞれに対応したアプリケーション層の通信プロトコルが使われている。これらの通信プロトコルの下位にあり、基本的な通信機能を実現するものとして共通に使われている通信プロトコルはどれか。あ、 FTP、 い、 POP、 う、 SMTP、 え、 TCP/IP。 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は え、 TCP/IP です。 TCP/IP とはインターネットの世界で標準的に利用されているプロトコルです。まずは IP という言葉に注目してください。 IP アドレスの IP ですよね。インターネットでは IP アドレスを使って通信先を定義しています。つまり IP アドレスを使って通信する場合には IP というプロトコルにのっとって通信されているということです。そしてもう一つの言葉 TCP にも注目しましょう。これもプロトコルの名前です。 TCP とは信頼性のある通信をするためのプロトコルです。信頼性のある通信とは例えば送ったデータを確実に届けるとか、そういう性質がある通信のことを言います。メールのデータなどは確実に届けたいので TCP によって信頼性を確保します。インターネットの世界では IP のプロトコルに基づいて IP アドレスを使って通信を行うこと、さらに TCP を使って信頼性のある通信を利用してウェブサイトを見たりメールを送ったりすることが多いことを覚えておきましょう。初めて TCP/IP の話を聞くと混乱する方もいると思うので、補足としてお寿司の例の話をさせていただきます。お寿司は基本的に酢飯があってわさびをつけてネタを乗せてできていますよね。つまり載せるネタ以外は一緒であることが多いです。インターネットの世界も同じで IP アドレスを使って通信先を決めて TCP を使って信頼性を担保して、その上で利用したい機能が動いています。各層でプロトコルが動いて、一番上のアプリケーション層で利用したい機能が実現されています。 TCP/IP とはインターネットの通信において欠かすことのできない根幹のプロトコルである、このようなイメージを持っておいてください。では先ほどの問題を見直しましょう。インターネット上のコンピューターでは Web や電子メールなどさまざまなアプリケーションプログラムが動作し、それぞれに対応したアプリケーション層の通信プロトコルが使われている。これらの通信プロトコルの下位にあり、基本的な通信機能を実現するものとして共通に使われる通信プロトコルはどれか。正解は A の TCP/IP です。では今回はもう1問プロトコルに関する問題に挑戦してください。IT パスポート令和3年問い84、 PC にメールソフトを新規にインストールした、その際に設定が必要となるプロトコルに該当するものはどれか。あ DNS、 い FTP、 う MIME、 え POP3、 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A の POP3 です。POP とは電子メールを受信するためのプロトコルです。7層目のアプリケーション層で定義されています。メールはメールサーバーのメールボックスで管理されています。メールサーバーでは様々なメールを管理しているので、メールの利用者は自分のメールボックスからメールのデータを取り寄せます。そのメールのデータを取ってくるために利用するのが POP です。問題文では POP3 と表記されていましたが、3というのはバージョン番号で、現在はバージョン3の POP3 が広く利用されています。 POP3 は電子メールを受信するためのプロトコルだということを覚えておきましょう。それでは問題を見直します。 PC にメールソフトを新規にインストールした、その際に設定が必要となるプロトコルに該当するものはどれか。正解は A の POP3 です。それではここでブレイクタイム。問題とはあまり関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回は先ほどの問題で出てきた DNS についてお話しします。DNS は IP アドレスとドメイン名の対応付けを管理する仕組みです。DNS は携帯電話の電話帳の機能を思い出してもらえると分かりやすいです。我々人間は数字を覚えるのが苦手です。携帯電話の電話番号のような数字の羅列はなかなか覚えることができません。そこで電話帳の機能を利用します。電話帳で電話をかけたい人を指定すると、その人に紐付けられている電話番号が表示されて電話をすることができますよね。インターネットの世界で電話帳と同じような仕組みを提供してくれているのが DNS です。例えば Google にアクセスしようとした時に IP アドレスが分からなくては通信をすることができません。そこで DNS を利用して Google の IP アドレスを調べます。このような仕組みがあるおかげで、我々は IP アドレスを覚えていなくても通信をすることができています。 DNS もとても大切なプロトコルなので、しっかり覚えておきましょう。それでは最後に復習していきましょう。通信プロトコルの説明として最も適切なものはどれか。正解はネットワークを介して通信するために定められた約束ごとの集合、こちらが通信プロトコルの説明です。次、インターネット上のコンピューターでは Web や電子メールなどさまざまなアプリケーションプログラムが動作し、それぞれに対応したアプリケーション層の通信プロトコルが使われている。これらの通信プロトコルの下位にあり、基本的な通信機能を実現するものとして共通に使われる通信プロトコルはどれか。正解は A、TCP/IP です。次の問題、 PC にメールソフトを新規にインストールした、その際に設定が必要となるプロトコルに該当するものはどれか。正解は A、POP3 です。あとはエピソードトークとして DNS についてもお話ししました。 IP アドレスとドメイン名の対応付けを管理する仕組みが DNS です。 DNS のプロトコルもしっかり覚えておきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしていただけるととても嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしました。ネットワークやセキュリティを一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録してDiscordで行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。